はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、こちらはアプデ解説の後編ということで、ガチャ考察やっていきたいと思います。いやいやいや、マジか運営さん、マジですか。とんでもない選手が来ました。衝撃の選手、なんとなんと、負けれれ再販、そしてもっと強くなると。これは本当にやばいです。はい、では見ていきましょう。はい、ということでこちらですね、スーパースターフェスレジェンズが来ております。今回はチェルシーの続編、まあ、前回出ていたこのレジェンドスカウト、バラック、デサインに続いて、レジェンド来ております。で、なんとマケレレが再登場。現在もサカツクナンバーワンのぶっ壊れ人権選手クロード・マケレレが、なんとさらに強くなって再登場です。つまりどういうことか、まあ、この選手いるかいないかで全てのサカツクの、今後のライフが変わるって言っても過言ではありません。このクロード・マケレレがいないチームは相当守備が不安定になるんじゃないかなと思います。逆にこのマケレレを持ってるチームは圧倒的な守備力を全ての戦術において得ることになると言っても間違いないんじゃないかなというふうに思っております。まあ、それではまず見ていきましょう。ステップは 20%、 そして星5確定、まあ、これは別に 20%、 で星ステップ4で一突で 20% ということで、もう実質ですね、もう 20% なんて1回の 20% なんてほとんど取れませんので、まあ、正直このステップ5まではほぼ、何もないと言ってもいいんじゃないかなというぐらいのレベルですね。はい、でステップ6も同じですね、まあ、別にこれはどっちでもってところなんで、ステップ7で 30%、 ワンチャン。そしてステップ8、ここですね、これは取りたいけど取れない人も多いんじゃないかと思います。ということはですよ、正直ステップ8まで何もない、まあ一突アイテムだけもらえるみたいな、ようなステップ、まあだからステップはそこまで美味しくないのかなというふうに思います。でステップ9で2突、ステップ10で1名確定というところです。ただまあ常設 10% なので、めちゃくちゃここはありがたいかなというふうに思います。でさらには、ここ新選手5名のみの常設 10% ガチャなので、ステップは悪いですけど全然戦っていける、すごく何ですかね、いいガチャになってます。はい、では見ていきましょう。まずは左のウィングベルナーですね、ティモ・ベルナーということで、まあ今季非常に活躍しましたね、ベルナーで。1個前の動画で監督ドンヘルについてお話をしていますが、見ていただいている方はわかると思いますが、このドンヘル監督のチェルシーに関して言うと、左右のウィングがめちゃくちゃ鍵になってきます。でベルナーですね、さあどんな選手か。系統がウィングストライカー系統ということで、お久しぶりの感じの系統になっておりますので、ちょっと動きを確認してみたいなというふうには思います。最近やっぱりムーミングフォワードとかフィニッシャーとかカットインとか、まあそういう系統をよく見てたので、まあ、ここちょっと見ていきたいなとは思いますね。オフェンスキーマンついております。破壊の支配者ということで、中央突破が戦術の時キーマンに設定すると、 CF 左右のウィングの中央突破戦術が得意な、得意戦術が中央突破の選手ですね、すいません。でドリブルシュートが中アップ、ドリブルスキルが大アップ、まあいつものような、オフェンスキーマンですねが来ておりますということで、まあ、これ非常にまあ重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。特にやはり星5監督、現在シュートバフがありませんので、こういった、選手自身で全員にかけてくる、バフっていうのが重要になってくるかなというふうに思います。さらにはゴールブレーカーということで、シュートパス大アップで、ラン&ガンというところですね。で、リクパレートドリブル来ましたね、リクパレート。はい。カラスコで初登場したリクパレートドリブル。今となってはカラスコ、なんか微妙な感じになってしまっておりますが、リクパレートドリブルは、まあ、ミッドフィルダーのスタミナ消回復するというものです。過去にですね、リクパレートドリブルの解説の動画出しておりますので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。そこでですね、実際に回復するシーンも動画で収めております。で、どれぐらい、スタミナが回復するかっていうのも、そこで解説しておりますので、ぜひですね、リクパレートドリブルどんなのかなという方に関しては、その動画を見ていただければなというふうに思います。概要欄にリンク貼っておきましょうか。はい。
さあ、でブレイブシュートの A、 これ強いですね。正直ブレイブシュートっていうのはランク A ですけども、それでも一定時間シュートキープ精神力3つをダイアップしてくれるので、正直 S ランクに近い、ランク A のシュートスキルがついております。これめちゃくちゃ強いですね。で能力アップ、ドリブルが初期の AA なんで、まあ、かなりドリブルしてくれる。しかもスピードとドリブルがバフかかってるんで、ドンヘルで、でスピードもありますよね。でシュート AA ですよね。これは強い。でトラップ、うわー、まあアグレッシブトラップが欲しいな。強いですよこれ。これ普通に強いですよ。そうそう、ラッシュフォードも正直想像以上の活躍を見せてましたけど、これも相当活躍してくれると思いますね。ティモ・ベルナー選手ですね。はい、ということでこれも大当たり、ティモ・ベルナー、まあチェルシー作るんだったら絶対にないとダメって言っていいぐらい重要になってくる選手ですね。はい、続いて今度反対側の右、プリシッチ。プリシッチもは ABBC か。はい、ということで、ステータスは少し劣りますね。はい、特徴はゴールブレーカーで、シュートパスダイアップで、ドリブル職人、ドリブル中アップということで、ちょっとまあ最近の流れの中では、おとなしいかなっていうところですね。ただスキルは優秀ですね。セバードリブルということで、一定時間ドリブルがダイアップして、相手ディフェンダー選手全員のタックルパワーがダイダウンということ で、これ非常に強いと思います。特にドンヒルで言うとドリブルのバフしっかりとかかってますので、まあ、一定時間ダイアップでも十分。そして対峙する選手がもしディフェンダーであればタックルパワーもダイダウンしてくれるんで、しっかりと抜きやすくなってくるかなというふうにも思いますが、どうでしょうか。メッシ持ってる方はメッシでしょうねっていうところ、もしくはあれですね、サラー持ってる方も、まあ、サラーかなっていうところはちょっとありますけど、まあどうでしょうか。はい、ということで続いてデコ。はい、このデコも再登場ということで、チェルシーのデコが来ております。はい、特徴迎撃ということで、パスタックルダイアップ、パスカットチューアップ、めちゃくちゃ強いです。3つにバフがかかってくる。さらには聖域、パスパスカットダイアップ、もうこれもめちゃくちゃ強いですよね。5個に自分でバフをかけちゃうっていう。さらには魔術師の右足ということで、世界屈指のプレスキックの名手、基本能力に関わらずプレスキックが上昇する、またロングパススキルの発動率がダイアップするということで、まあこれまだ、初めての方のために説明すると、どういうことかというとですね、プレスキックっていうのはフリーキックを蹴るときに、ここのプレスキックっていう数値が当然重要になってきます。63ということなので、めちゃくちゃ弱いじゃんと思うかもしれないんですけども、この63という数字に世界屈指のプレースキック名手の、効果で固定値です。3000という数値がここに乗っかってきて、合計3063にプレースキックがなるという、まあ、そういった特徴になってますので、フリーキックを蹴らせる場合は非常に優秀な、特徴になっております。まあデコモリモリになってますね。非常にモリモリ。そしてラプトフィードということで、ここは前回出てたデコと大きく変わってる点ではありますね。パスが特大アップ、相手フォワード選手全員のスタミナが中ダウンということで、これも、現状ロングパスの中では最強のロングパススキルでです。でテクニカルマークということで、まあ、前回出ていたデコよりもかなり守備に、グッと寄せてきてる感じはありますね。はい、で能力の方もですね、パス AB が2つで、残りが全部というか、まあ、スタミナ B1 個以外は、パスカットパスカット、マークマークタックルということで、もうガッチガチの守備に偏ったデコが、登場というところですね。まあここに関しては僕は現在カウンターのデコは、レギュラーで使ってるので、一から作るか、もしくはまあ出方によっては母体だけしか出なければ、まあ重ねてこっちを優先かなとは思いますね。まあでもできればあのデコもめちゃくちゃ強いんで、スキル、まあこれは一から作りたいなとは思いますけども。はい、そして続いてこちら、クロード・マケレレ来ました。もうやばいです。もう本当に、何考えてるんですかっていうぐらいやばいです。なぜか、すいません、マケレレなんですか、カンテじゃないんですか、カンテはては思いますけども、まあ、いやーこれやばいな。だからサイドのマケレレと中央のマケレレと、もうマケレレ三昧ですね、このゲームは。何なんでしょうか。はい、
ダイナモ系統ということで、ディフェンスマスター、これは前回の負けれと一緒、5つの牌、これも前回の負けれと一緒、はい、ここちょっと違いますね。チェックアンドカットということで、マークスキルとパスカットスキルの発動率が大アップするというものになっていて、強いですね。そしてプレディクトマーク、これも一緒ですね。はい、でここがバッファロータックルからキラーパスカットになっております。まあどっちがいいのかというと、個人的にはバッファローの方が良かったなと思いますが、まあまあまあいいでしょう。はい、でまあいいでしょう。これはプレディクトの、超特大アップ版。そしてこちら能力見てください。S マークタックル、 A マーク、 B タックル、 B パスカット、 S パス、 A にパスカットスピードということで、ドンとマークがまた伸びております。合計で約3,000〜5,000ですか。はい、すごいことになっておりますね。まあそら強いんでしょう。はい、でも負けれに関しては、ちょっと前の動画で人権選手ランキング、今まで出てきた選手の中で人権選手のランキングをお話しした時も、まあ、正直もう負けれに関しては殿堂入りにしたいぐらい、1位っていうのもまあもう恥ずかしいぐらいの内容で、まあ今、サカツク数ヶ月ぐらいやってる方だったらわかると思います。現在どれだけこのマケレレが化け物なのかっていうことが、ということで、このマケレレはですね、今後人権になること間違いありませんので、ぜひこのガチャは引くことをお勧めします。微課金無課金にしても GB がもしあるのであればワンチャンでもいいんで、マケレレこれはですね全力で、狙っていくことをお勧めします。竹尾さんもこれは喜んでるんじゃないですかね。はい、ということで、ただですね、まあ、そのサイドの負けれで重ねるのかっていうと、そこはちょっと違うと思いますね。まあ、やっぱりサイドはサイドで、ここサイドのその大アップの能力アップもつきますし、まあ確かに S のマークついてますけど、これで例えばバンディエラ特徴の選手がこの後登場とかして、で負けれるとそのバンディエラ特徴の選手を、コンビにして、ネドベドとデルピエロとか、ネドベドと、ブッフォンみたいな感じですね、っていう感じで別バフをかけれるのであれば、正直サイドの負けれるも別に食べさせてしまってもいいのかなとは思いますが、まあバンディエラ特徴がまだ来てない、そして来るかどうかもわからないという現状においては、まあサイドはサイドで、サイドの負けれれ十分強くして、で中央の負けれれを中央で使って、あとはポゼッションとカウンターかに関してはこっちの S 特徴付きの負けれれにしたらいいんじゃないかななんて思いますね。はい、まあ使うまでもないですけど、まあちゃんと使って化け物感はまたお届けできればなというふうに思いますね。はい、最後ですね、チアゴシューバー来ました。はい、まあこれはですね、来るだろうなと思ってました。チェルシーがいつか来るし、チェルシー染めでっていうところで、チアゴシューバー5突売らずに置いてます。置いてますよね。売ってないよな。いや、置いてると思う。はい。はい、チェルシー版が来ると信じてて置いてたと思います。なので僕はですね、1体取れればチアゴシューバー、これ、母体と一緒、合わせて5突が作れるかなというふうに思いますね。まあ、3バックなんで、ドンヘルが。そう考えたら、デサイと、ファンダイクとチアゴとか、もしくは前回、ズマが外れ枠って言ってましたけど、ズマいっぱい出てた方は、そういう意味ではチェルシー3バックが作れたりするのかもしれないですね。ズマ、デサイ、チアゴとかでできるかもしれませんね。やっぱりどうしても4バックがずっと主流になってきたんで、センターバック2人以上って、やっぱり、持ってないことが多いと思うので、そういう意味で、チアゴ、シューバー、デサイ、ファンダイクとか、3バックのこの組み合わせっていうのをまた新たに楽しめるのかなというふうにも思いますね。はい、特徴を見ていきましょう。ということで、迎撃パスタックル、ダイアップ、パスカット、チューアップ、これ強いですね。さっきのデコも持っていたやつで3つにかかってくる。鎮圧、タックル、マーク、ダイアップということで、まあディフェンスマスターぐらいついててもいいような気はしましたけども、まあまあまあ十分強いですね。はい、でまあカットマン、これはまあ普通ですね。で新スキルが登場してます。エナジャイズパスカットということで、味方ミトリダ全員のスタミナが消化回復ということで、リクパレートドリブルと一緒ですね。で自身のパスカットが特大アップ。まあどうなんでしょうか。リベンジパスカットとか、まあそれの逆に自分回復版なんで、まあ、何とも言えないところではありますね。使ってみないとちょっとわからないかなというふうに思いますね。はい。で、デモリッシュタックル A がついてくれています。はい。
さあそして能力アップがパスカット AA のマーク BB のタックル AB なんで、これ強いですね。でフィジカルもちゃんとあってパスもちゃんとあってということで、非常に優秀なセンターバックに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回チェルシー5名来ておりますが、まあ間違いなく抜群の大当たりは負けれれ、むしろこれは絶対手に入れたい、皆さん絶対手に入れた方がいいと思うのがこのマケレレで、次がまあベルナーかな、でデコ、チアゴ、プリシッチっていう感じ。プリシッチに関して言うと、プリシッチに関して言うとちょっと外れ感はあるはあるんですよね。やっぱサラーとかメッシュ持ってる方は別にいらないかなというところで、まあ、前回で言うとズマみたいな扱いになってしまうのかなというふうに思います。で僕個人的にはなんとチアゴシューバーもデコもマケレレも5突持ってるんで、これ1体でも出ればもうあの勝ちですね。はい、ということで、この後ちょっとガチャ、動画見せていきたいなというふうに思います。はい、ということでガチャの考察アップデートの後半戦終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。まあなんかいろいろとツイッターとかすごく殺伐としておりますが、やっぱり楽しくサカツクやっていきたいと思いますので、皆さん楽しんでサカツクやっていきましょう。ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。To leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh.